日本対キューバインターナショナルベースボールカップ1次リーグ第1戦の模様をお送りいたします。日本の先発は右の山本、対するキューバの先発は右のバレンシア、この両投手の投げ合いです。さあメダルをかけた戦い、まもなくプレイボールです。右の山、まずは1回の表、トップバッターはローザ、はい、外れてフォアボール、先頭バッターにフォアボールを与えます。第4球はローザ、スタート、三振、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。第1球投げました、ジャストミート、抜いていった、ベルトラン、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第5球投げました、打った、ピッチャー真正面、ピッチャー返し、吉岡そのままベースに入って3アウト、一塁ランナーベルトラン残塁に終わりました。日本まずはゼロに抑えました。右の1回の裏、これから日本の攻撃に入ります。先頭バッターは近本、投げました、見送ってフォアボール、先頭バッターしっかりと見極めました。バッターは2番佐野、第9近本走った、投球ストライク、これは悠々セーフ、盗塁成功です。第2球ストレートはボール、第3球を投げました、打ちました、フラフラッと上がった、ピッチャー落下点、マウンド前方掴みました、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、打ちました、センター落下点に入りました、掴みました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第5球投げた、内角ボール球打った、入るか入るか、スタンドに入りました、ファール。第8球を投げた、打った、ライトへの打球取って、これで3アウトチェンジ。では改めて2回の表、これからキューバの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはモスケラ、外のボール球打った、ライト前に出る、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番エスコバル、第2球打ちました、村上取った、サードから一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番デイ、第5球投げた、159キロ直球、空振り三振、ボール球でした。2回の裏、これから日本の攻撃に入ります。この回のトップバッターは岡本、見逃し三振、ここは3球で仕留められました。バッターは6番山田、投げた、打った、痛烈な当たり、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番上林、第4球を投げました、チェンジアップ、空振り三振、インコースの変化球にやられました。日本最後の打者は見逃し三振。3回の表、これからキューバの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者マルティネス、渾身のストレートを見逃し三振、右バッターボックスはキューバコレア、第6球を投げました、低め見送ってフォアボール、打順は1番に帰ってローザ、最初のバッターボックスはフォア、胸元へズバッと決まって見逃し三振、山本見事なピッチングです。投げました、会心の当たり、レフト前クリーンヒット、ボールが点々と転がっている、レフトからセカンドへ、メディナツーベース、日本先制のピンチを迎えます。バッターは3番ベルトラン、さあここで監督は勝負に出ました。第2球投げました、打ちました、取りました、これで3アウト。リプレイをご覧、山3回の裏、これから日本の攻撃に入ります。トップバッターは大城、打ちました、抜けた、大城ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。
ストレートはボール。第2球投げました。あーっとショーフライになった。取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた。154キロ直球、空振り三振。近本3球三振に倒れました。第1球投げた。初球を打ちました。ピッチャー返し、抜けた。中継、佐野いいバッティングを見せました。これで2打数。さあ集中してこの対戦に挑みます。第2球投げた。低めボール球打った。1、2塁間の打球、ライトバックホーム。牧ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。第5球投げた。変化球、空振り三振。先ほどの試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターはロハス。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。打った、レフトの左、これはヒットになります。ロハス、いいバッティングを見せ、バッターは5番モスケラ。第1打席はライトフライに倒れています。高めボール球打った。一塁へ送る、アウト。日本先制のピンチを迎えます。さあピンチで迎える。次が4球目、打ちました。二塁ランナー三塁へ向かう、破っていった。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。この試合初の得点が入りました。1対0。こちらがバッターは7番デイ。これが2度目のバッターボックス。初球ストライクから低めボール球打った、抜けた。一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第7球を投げた、打ちました。左中間のフライ、ヒット。2塁ランナーそのままホームへ向かった。9番さらに1点追加、2対0。さあリプレー、右バッターボックスは9番コレア。第1打席はフォアボール、外角高め、空振り三振。4回の裏、これから日本の攻撃に入ります。先頭バッターは岡本、投げました。初球打った、しかしこれは打球に伸びがない。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには山田、今日2度目のバッターボックス。投げました、サークルチェンジ、見逃し三振。バッターは7番上林、これが2度目のバッターボックス。第1球初球から打ってった、サード左への打球、アウト。スリーアウトチェンジ。日本キューバ、この回1番からの好打順になります。トップバッターはローザ、今日はフォアボールと三振。投げました、インコース低め、空振り三振。最後は159キロストレート。第3球を投げました、打った、抜けた。メディナ、ナイスバッティングです。バッターは3番ベルトラン、これが3度目のバッターボックス。打ちました、初球打ち、ショートバウンド、ボールを掴んだ。2塁フォースアウト、アウト。ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。5回の裏、2点を追いかけます。日本の攻撃、先頭バッターは大城。第5球投げました、153キロ直球、空振り三振。バッターは9番吉岡、第1打席はピッチャーフライに倒れています。打ちました、ピッチャー返し。エスコバル、ボールを取る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って近本、今日はフォアボールと三振。投げた、空振り三振、バッターアウト。日本試合は後半6回に入ります。トップバッターはロハス、カットボール、空振り三振。山本、見事なピッチングです。左バッターボックスは5番モスケラ、今日はライトフライとサードゴロ。打ちました、セカンド左奥のフライになりました。山田、落下点に入った、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番エスコバル。第3球を投げた、カットボール、見逃し三振。山本、3球で仕留めてみせました。山本、最後は見逃し三振に仕留めました。日本この回は上位打線から始まります。先頭バッターは佐野。投球これから2球目、打ちました、ライト前進、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者マーキー。第2球
投げた、打ちました、破った、牧、いいバッティングを見せました。バッターは4番村上、今日はライトフライと三振。第9、あっと入れば同点だ、いった、一直線場外ホームラン、同点ツーランホームラン、快音残して打球は場外へ、初球をうまく捉えました。チームメイトがさあさあ、バッターは5番岡本、今日は三振とライトフライ。投げた、外れてフォアボール。右バッターボックスは6番山田、今日はレフトライナーと三振。投げた、打ちました、ベルトラン、余裕があります、取りました、中継、ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。さあ試合第6球はランナースタート、三振、中盤までピンチヒッターはアブレウ。投球はこれから3球目、打った、村上掴んだ、一塁送球、アウト、アブレウ、いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、打った、ピッチャー返し、山本今拾った、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは9番コレア、今日はフォアボールと三振。初球を打ちました、ショート右横のフライになりました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、山本。さあここ7回の裏、日本ラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは低め、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは9番吉岡、今日はピッチャーフライとセカンドゴロ。投げました、打ちました、引っ掛けた、メディナバックしていった、掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。バレンシア降板、マウンドに上がったのはロドリゲス。バッターはトップに帰って近本、ここまで2打席連続三振。投球これから4球目、打ちました、メディナ落下点に入った、掴んでこれで3アウトになります。7回9番、この回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターはローザ、ここまで2打席連続三振。山本降板、第5球投げました、156キロ直球、空振り三振、右バッターボックスはメディナ、投げました、157キロ直球、空振り三振、宇田川見事なピッチングです。打ちました、これは打たされてセカンドフライ、取ってこれで3アウトチェンジ。宇田川、日本この回は2番からの好打順、先頭バッターは佐野、今日はここまで3打数1安打。打った、初球打ち、破った、佐野ナイスバッティングです。バッターは DH の牧、今日はここまで3打数2安打。日本投げました、低め、空振り三振、最後は力でねじ伏せられました。さあ第3球、あーっとキャッチャー取れない、そして今拾い直した。今日元気のない岡本、日本一打勝ち越しのチャンス。さあここで監督は勝負に出ました。さあ次の投球、高めボール球打った、三遊間ライナーで破った、岡本いいバッティングを見せ、バッターは6番山田、今日はさあこの対決、第3球を投げた、157キロ直球、空振り三振、山田まったくたい、ここは さあ、いよいよ9回に入ります。この回のトップバッターはローズ。